ウィリアム・エッティはヌードを含む歴史画で最もよく知られているイギリスの画家。彼は1787年3月10日にイオークで生まれた。マシューとエスター・エッティの7人目の子供だった。若いウィリアムは父親の店の木の床にチョークで描き、幼い頃から芸術的な才能を見せた。はじめ、画家であったおじから絵画の訓練を受けた後、 1807年から王立美術院の美術学校で、ジョン・フラックスマン、ジョン・フラックスマン、1755-1826などに学んだ、トーマス・ローレンスの影響を受けた、画家として知られようになった1816年にイタリアを旅した、1821年に、シェイクスピアの刺激、アントニーとクレオパトラに題材を取った絵画を美術院に出展して、 画家としての名声は定まった。古典的な主題を扱った作品を描き、その評価は国外でも高まり1822年から1824年の間、パリ、ローマ、フレンチェ、ベネツィアで展覧会を開いた。ルーブル美術館、ウフィ美術館などの有名な美術館でも展覧会を開いた。1830年に再びパリを訪れるが、 フランス7月革命のためにすぐにイギリスに戻らなければならなかった。その後の10年間は歴史画を描き美術院で学生たちを教えてることもした。1840年にオランダを訪れピーテル・パウル・ルーベンスの作品を研究した。1843年にパリをまた訪れ描こうとしていたジャンヌ・ダルクの絵のための材料を集めた。百四十八年に 故郷の洋区に戻り、その後は洋区で過ごした。ありがとうございます。